絶ステーション、グッドモーニング目覚ましなったら、グッドモーニング晴れても雨てもいつだってどこだって電波の外れで待ち合わせ。おはようございます。午後のサレーナ YouTube 版です。2023年4月28日金曜日、いかがお過ごしでしょうか。この番組は私のサレーナが平日ほぼ毎日 YouTube でお届けしようかなと思っているおしゃべりと歌ウクレレの3分番組です。平日朝7時半更新、24時間くらいで当日のラジオ非公開となります。その日のラジオ、その日のうちにお聞きください。今日は4月最後の平日ということで、2023年時間経つの早すぎ、半端ないってということで、本日も張り切って参りましょう。写真です。根岸でご飯食べてみたという写真です。牛タンのお店ということで、いろんな場所にこの根岸というお店はあるんですけど、すごく前に初めて食べた時以来、この味にハマってしまいまして、定期的に根岸に行きたくなり、元気をチャージするという私でございます。この麦飯、とろろ、味噌の漬物、唐辛子が入って辛くて美味しいんですけど、あとテールスープ、でメインが、まあ、基本的にはなんかネギシセットっていう、まあ、タンの、セット頼むんですけど、最近ちょっと物価高でですね、一皿が結構目玉が飛び出るぐらい値上がりしててドッキリするんですが、まあ、最近はもうほとんどたまにしか行かないんで、まあ、たまの贅沢っていう感じで、ネギシセット頼んだ瞬間です。ですごくおすすめなのが、まあ、お酒を飲まれる場合なんですけど、まあ、先にこうネギシセットと一緒にギネスビール、黒ビールを、小瓶だったと思うんですけど、それが置いてあるんで一緒に注文すると、半端ないほどの、このお肉との味の相性が最高でですね、びっくりするんでぜひ頼んでみてください。テレビコマーシャルソング、ウクレレの旅、資生堂編、今週は60年代です。今日は1965年昭和40年に放送された男子用化粧品のセールのコマーシャル、音楽は桜井純さん、ご出演はジェリー伊藤さんほか、イラストと動画が絶妙に組み合わされたかっこいい CM です。それでは聞いてください。男は拡張あるものを望む、生活の合理性に裏付けられた優雅、静かに愛する。どれもこれも神経の行き届いた資生堂男子用化粧品。全部で30種類、みんな男のものである。今300円以上お求めの方に漏れなく差し上げます。また来週お会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。